こんにちは、ダイレクトサンスタジオの広島です。今回はビートルズのイエスタデー、こちらをピアノ弾き語りで一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。最初のイエスタデーという流れのコード進行から解説をしていきます。最初は F コード、左手が F、 そして右手が C、 F、 A、 これを1小節イエスタデーのところですね。そして次にE マイナーセブンス、左手が E、 そして右手は B、 D、 G、 そして A セブンス、左手が A、 そして右手は D フラット、そして E、 そして G、 そして次は D マイナー、左手が D、 そして右手は D、 F、 A で1、2、3、4のタイミングで右手はこの D マイナーをキープしたまま、左手を D から C に落とします。 1、2、3、4 という流れです。そして次が B フラット、左手は B フラット、そして右手は B フラット、そして D、 F、 1、2。そして次のコードが C セブンス、左手が C、 そして右手が B フラット、そして E、 そして G、 そしてまた F、 2、 3、 そして4のタイミングで E マイナー、左手が E、 そして右手は B、 E、 G、 そして次は D マイナーセブンス、左手が D、 そして右手は C、 F、 A、1、2。そして次は G セブンス、左手が G、 そして右手は D、 F、 そして B、 そしてまた B フラットから F という流れになります。このコード進行の流れで最初の Yesterday っていうところから I believe in yesterdayというところまでが弾けます。それではここまでの流れをピアノのみでゆっくりやってみたいと思います。という感じになります。テンポ上げましょう。 1、2、3、4。 ここまでの流れができたら今度は弾きながら歌ってみましょう。 Yesterday All my troubles seem so far away, Now it looks as though they're here to stay, Oh I believe in yesterday という感じになります。この流れで2台目の Suddenly というところからもできますね。やってみましょう。 Suddenly I'm not half the man I used to be, There's a shadow hanging over me, Oh yesterday came suddenly という感じでいきます。そして、次のサビの流れがコードが変わってきます。まず最初の流れ E マイナーセブンス。先ほどやった流れ、左手が E、そして右手は B、D、そして G。そして次に A セブン。左手が A、右手は D フラット、E、G ですね。そして次は一拍ずつ変わっていく流れ D マイナー。左手が D、右手は D、F、A ですね。D マイナー、そして C、 左手が C、 右手は
C、E、G。 そして次は B フラット。左手が B フラット。右手は B フラット、D、F。 そして次は A 分の D マイナー。左手が A、そして右手は D、F、A。 これが1、2、3、4、1、2、3、4という流れになります。そして次は G マイナーセブンス。左手が G、 そして右手は B フラット、そして D、F、1、2、そしてまた C7。 左手が C、 右手は B フラット、E、G ですね。そしてまた F を一小節。左手が F、 右手は C、F、A。 そしてまた E マイナーセブンス、A セブンス、D マイナー、C、B フラット、A 分の D マイナー、そして同じように G マイナーセブン、C セブン、F という流れになります。それではサビのコード進行、ピアノのみでやってみましょう。1、2、3、4。という流れになります。サビのコード進行が弾けるようになったら、今度は歌を合わせてみましょう。 Why she have to go? I don't know she would say I say something long now I love for yesterdayこの流れでまた、Yesterday が入っていって、それで、最後にですね、コード進行として D マイナー行って、ダーン、G 行って、B フラット、F という流れがあればエンディングとして使います。で、この時にも、もちろん D マイナー、G セブンス、B フラット、F。この流れでもいいんですが、ここにメロディを一緒に弾いてあげて、そして、G7 の時にはでやってあげて、 B フラットの時にトップのメロディが F なので、とやってあげるとという感じで終われます。もちろんこれをイントロに入れるのもありですよね。このようにYesterday All my trouble ってやっていくのもありだと思います。さらに、今ピアノはですね、シンプルに、四つ打ちを中心にやったんですが、ギターのリズムだとズーチャーチャーチャーズーチャーチャーチャーという音が聞こえると思うんですね。それをピアノでやろうとすると、ベースを弾いてから右手で1、2、3、4、試してかっこよく弾き語りできるようにやってみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、
ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。